皆様こんにちは。本日は「ジョジョの奇妙な冒険の」の、えー、空城城太郎のフィギュアのご紹介をしていきたいと思います。えー、前回「ドラゴンボール EX1 番くじの」の、えー、孫悟空と孫悟飯のレビューを1回目ということで録画してみたんですけれどもでその時にあの200体以上フィギュアがあると言いながら9割近くが「ドラゴンボール」 「ドラゴンボールが一番大ファンです」とか言っておきながら、えー、2回目の撮影がですねいきなりジョジョということでなんかあのちょっと変かもしれないんですけれどもまあ、えー、理由がありまして1つはですねあの先日、えー、1週間ほど前にこの右側に映っている SMSP シリーズの「えー、空女丈太郎」が発売されました1回5000円の一番くじですね でえー、っと今日、こちらのですね、シ、あのー、C、ショーのトーンズ、白黒の方をネットで買いまして、で今日の午前中に届くので、あのー、白黒の方を比べてみたいなと思って、でまあタイムリーなものなので、まあ、ぜひご覧いただきたいというのもあってですね、えー、ちょっと徐々にやってみようということになりまして、本当はあのー ドラゴンボールの方もいろいろやりたいのはあるんですけどジョジョも大好きなので今日はジョジョの方を撮影したいと思いますでちなみに今朝の5時半ぐらいであのー、朝から何やってんだという話ですけれどもであとですね、えー、と全然話関係ないんですけど、あのー、前回のドラゴンボールの撮影して、まあ、編集したのに1時間超えてしまったということで、あのー、それをちょっと見直してたらですね えー、妻が「あのーまあ、変態だねと」としかも「話長い」とめちゃめちゃ突っ込まれました、あのー、前回の動画で「あの私話が苦手なんですけれども」とか言っておきながら結局1時間も話してるじゃないとであの他の、えー、レビューの方々は、まあ、15分とか長くても30分ぐらいで終わらせてるのになんか1時間も喋ってる 人多分あまりいないと思うんですけどまあなんか言っていることとやっていることは全然違うねというふうにあの僕の変態性をですね、えー、ちょっと指摘されましてまああのというまあ変態な、えー、僕ですでえっ、ー、とまあ僕の変態話はどうでもいいんですけれどもちょっとマニアックすぎまして話も長いですし そうですね。自分で前回動画を撮影して編集していて、iMac の iMovie で編集したんですけど、えー、編集しながらですね、あまりに自分の話が退屈でつまらなくて、なんとあの座りながら編集して寝てしまったという、初の、えー、まあ、解雇じゃないですけれども、あの、失態を犯しまして、まあ、 この動画見る人いるのかなって思いながらも、まあ、世の中には一、まあ、人か二人ぐらいは、えー、こいつ変態だなって思いながらもまあフィギュアじっくりなんか喋ってるしまあちょっとちょっとでも参考になればなみたいな感じで続けていこうと思っておりますと、まあ、相変わらずあの前置きが長くて申し訳ないんですけれども、えー、早速 フィギュアのですすね、えー、ご紹介に移りたいいと思いますこちらのですねあの、えー、今持っております右側のが、えっ、ー、とまあ、先日出ました、5000円一番くじの、九条浄太郎ですね、えー、やれやれだぜというあのサブタイトルもついていて、荒、まあ、木宏彦先生の,のズギャーンっていうのが聞こえてきそうな感じですけれども。で えっとこちらの真ん中の方はですね、えー、っと2017年34年前に出た一、えー、つ目の SMSP の,の「空城城太郎」の「シーショーのトーンズ」のものですねでこちらの前回の、まあ、第1作目の SMSP シリーズは、えー、っと個体数が少なかったのかな,なぜか今あのすごいフィギュアが高騰してまして C 賞でさえ1万円超えで A 賞とか、まあ、B 賞とか2次元の D 賞はなんかものすごい金額になっておりまして私はあの、えー、と去年の終わりぐらいにですねあのフリマサイトをすごいチェックしてたらたまたまこの、えー、C 賞を出品された方がいらっしゃって。 あの結構、えー、相場より安くですね手に入れられてあのその方もすごい大切にされていたみたいであんまりあの営利目的というかあの儲けようっていう気はなくてほぼ原価みたいな形で送ってあの譲っていただいたのでラッキーだったなと思っておりましてなので今この、えー、とで前回の1作目の「 えー、空城城太郎はあのこのトーンズだけ持っておりますで,できれば栄翔とか、あのー、彩色がすごそうなので見てみたいんですけどとても手が出せる値段ではないので、あのー、ちょっと見送っておりますで、えー、とこちらの左側のですね、えー、ものは、えー、と2016年に出た MSP シリーズですね、まあ、マスタースターズピースということで あのこの真ん中と右は SMSP ということでスーパーが最初につくんですけどこれはあの、まあ、他の「ドラゴンボール」とかいろんなキャラクターも出てますけどあのそのマスター・スターズ・ピースということで、えー、MSP シリーズの,の、えー、空中上太郎ですねで、えー、っと私はあのジョジョのフィギュアはあのー 去年2020年の11月ぐらいですかねですから今からまあ約半年ぐらい前にこのジョ,ジョあのこの城太郎を初めて手に入れましたでフィギュアって本当に怖いところはその集め出すとですねどんどん増えていっちゃってもうほんと物理的に置くとこなくなっちゃうので、まあ、2016年に 『ドラゴンボール』の悟空を初めて買ってからは、まあ、その悟空買うまでもちょっとその34年前から気になってたんですけどまあ俺はフィギュアは手は出さないぜなんてかっこつけてたんですけど、まあ、2016年に中澤さんの悟空を買ってしまってそこからうおーっとなってですねあの、えー、こうじっくり他の方のレビューとかブログとか写真を見ながら これは買おうとこれはもうあの買おうというふうに厳選して厳選して買ってったはずなのになんか気づいたら200体を超えたと。でちょっとあのアドバージとか「ドラゴンボール」アドバージ含めたら下手したら300体以上あるのかもしれなくてちょっと怖くて数えてないんですけどまあお金もいくらつぎ込んだんだって話なんですがえー というまた話がちょっと長くなっちゃってるんですけどこの「ジョジョは、えー、と去年の11月ぐらいに初めて買いましたでこの「ジョジョを買った理由はあのまあそのブログとかレビューとか見ててなんか写真がすごいかっこいいなと感じてで、えー、と僕は「ジョジョも大好きで荒木弘彦先生の絵は。 あの初期の頃の絵は結構、まあ、当時流行ってた「剣士郎」とか「その北斗の剣」とか結構眉毛が太い系の絵だったので,で僕があの小学生当時ですね「ジャンプ」を買っていた頃はあのジョジョは第4部でジョスケの時だったんですけど、まあ、その時の絵柄も絵風もそんなに好きではなかったのであのジョジョは何かであと当時子供だったせいか なんかあんまりジョジョ面白いなって感じ,じゃなくてあの岸辺露伴のエピソードとかゆかこさんになんかいろいろ食べさせられるシーンとかああいうのは読んでてすごい面白かったんですけどちょっとバトルシーンとかはジョジョはこうコミックとかで通して読んであの何話かでこう流れができてるので毎週こう切り離して読んでいくとなんか全然流れが分からなくて。 あの当時小2小3小4の僕にとってはちょっと難しすぎる漫画というイメージがあってですねえっ、ー、とジョジョはそんなに大人になるまであの読んでませんでしたただあのまあ前の会社の、えーまあ、先輩とか、えー、同期の、えー、友達とかですねがあのなんかジョジョマニアがなぜかちょっとたまたまなんか23人いてなんかその 3人と4人,4人で合計で飲みに行ったらですねなんかその3人がジョジョの話を1時間ぐらい盛り上がってて2部がこうだよねとかあの2部の終わりはちょっとあれやばいよねとかあのいや5部でしょうとか何かいや6部もいいよとか7部のあのスティールボールランもやっぱいいよねとかなんか今のジョジョリオンはなんかぶっ飛んでるとかなんか僕が知らない話をしててすごい悔しかったので <laughs>。 それを機に俺も読んだるということでですねえー、ジ,ョジョを全該してしまいましたなので今部屋には本棚のここ,ここぐらいあるんですけどだかそのうち半分以上がジョ,ジョの一巻からスティールボールランまで100冊以上締めているとであのー、まあジョイジオ,オンだけはまだちょっと手出してないんですけどという感じで、えー、ジョジョもですねすごい好きです でなんかまたすすごいい話が長くななって申し訳ないんですけど、えー、っとこのフィギュアのご紹介をする前に2017年だったんですけどそのさっき言った「徐々に読み出したのが」とでその時に「あのあージ,ョジョか」と「ちょっと見てみるか」って言ってあのジョ,ジョをですねこうグーグル検索してみた時にえー、っと行き着いたのがあの6部の「ストーンオーシャン」の「ジョリーンの」 絵柄だったんですけれどもでそのあのジョリーのです、ね、絵を見てなんかすごい、えー、感銘を受けましてあ上手だなーって思ってて、あのー、原木弘彦先生の絵ってその4部のちょっとまだこう癖が強い時の感覚しか残ってなか記憶しかなかったんですけど5部ぐらいあごめんなさい6部とか、まあえー、7部。 あと現在の8部とかの絵を見てなんかこの荒木先生の描絵ってすごい写実主義というか、あのー、それこそルネサンス時代の,あのミケランジェロとか、あのー、そういう絵に近いな絵っていうかまあそうですね絵に近いなっていうふうに感じてウィキペディアで調べてみたら荒木先生はえっ、ー、と いつも絵を描くときに何を参考にされてますかっていうのでミケランジェロとかを参考にしてますっていうのを読んであやっぱりって感じがしましたで YouTube とかで荒木先生がインタビューとか、えー、絵を描いてらっしゃるシーンとかですねあのジャンプの特集の,その各漫画家の先生の、えー、描いてるインタビューの本とかありますけれども。 こちらですね、そのジャンプ流で、あの、荒木博彦先生の DVD 付きというところで、これを、えー、っと、こういうのにですね、あの、えー、あ、これはあれですね、荒木博彦先生の原画展、2018年でしたっけ、あの東京国立美術館でやった時の、 おまけというか来場記念のですねで、まあ、これはちょっと置いといて、えー、でこっちの荒の木先生の,その描く手法というか、えー、を見ててですねであすごいなってでこちらの,その、えー、とあ2018年の8月でからでしたね国立新美術館で。 原画展やってでこの時はこちらにあのプレビューでってありますけれども、あのー、僕はこれに応募してチケットが買えたので初日の,あの8月22日に入れましたですごいジョジョ好きなであろう方々がすごい集まっててなんかみんな、まあ、コスプレじゃないですけどジョジョっぽい格好をした方とか結構女性も 若い女性が多かったのにはあのびっくりしたんですけどすごいおしゃれな方々もたくさんいらっしゃってあすごいなってだからジョジョのファンの方ってあのもちろん男性も多いと思うんですけど結構女性のファンの方が多いなっていうのをすごいこの34年でいろいろですねこういう展覧会に行ったりとかフィギュアを。 そのネットで買うときに取引させていただく方が結構女性が多かったりですね。ということであのあと今回この右側の一番くじを引きに行った時にあの並んでるお客さんの半数が女性ですごいあやっぱり女性からも人気なんだなって「ドラゴンボール」の一番口とかは。 あの男性歯科って言ったらあれですけど、まあ、男性がほぼほぼだったんですけど、えー、ジョジョの方はですね、まあ、女性のファンの方も多くてきっと荒木先生の描かれるこの美ですよね美しさあのとか色使いとかあとスタイリッシュなところあのジョリーンとかもすごいおしゃれでジョリーングッチで行くとかすごい作品だなと思いますけれども。 えーまあ、そんなわけでですね、えー、男性女性問わず、えー、すいませんあのちょっとフィギュアどうかして本の方を写してますけど、えー、っとそのフィギュアのご紹介に入る前に荒木先生の,あの絵の素晴らしさをちょっとご紹介したいなみたいなあの感じになっちゃってちょっとあの全然フィギュア紹介じゃないんですけど荒木先生の絵の <laughs> 素晴らしさを語らせていただきたいと思います。 こでえー、っとちょっと最初にあのフィギュアを映しながら言葉だけで申し上げてたんですけれどもあのえー、っと僕がえ2017年にそのジョジョの絵を見てた時に多分ですね、えー、っとこのジョジョリオンの、えー、っとジョジョリオンは一冊しか持ってなくてこれちょっと先輩に あのい,ただいたんですけどでえー、っとまあ著書寮もこれも2017年かだからまあその当時2017年当時最新の絵だったんですけどあのまあこういうこういう感じの絵ですねその西洋人的な目の描き方とかあの鼻が高かったり えっとあと影の描き方がやっぱりすごい丁寧であのあすごいこの荒木先生って方はなんか彫刻とかあのまあえー、っと西洋人、まあ、西洋人ってあれですけど、まあ、その西洋の方とかのモデルさんとかをモチーフにして ちょっとモデルにして描いてらっしゃるのかなーなんて感じがなんかしてであとこの「スティール・ボール・ランの」のこの辺の絵も僕大好きなんですけどすごいあのこの時はさらにあの目が濃くなってるっていうか影が濃いっていうか彫りが深い絵を描いてますね。であの特にえっと顔 まあ体の動きもすごい凝ってるんですけどやっぱりこの方荒木先生って顔を描くのすごい好きなのかなと思って目とかあのすごいこう写実主義でイアルなんですよねであのまつげとかえー、目のですねそのこういう下まつげとかあの目の 内側のこの中の肉が見える部分とかあと瞳瞳もすごいあの黒目描いて、えー、白目も白目じゃないですねあの光ってる部分を描いてでその中もこうシャッシャッシャッて入れた後にトーンを張ったりとかあのすごいすごいこだわってるで荒木先生のこの 絵の流れがすごい見えてくるんですよねですからあの僕もその絵は趣味でほぼ毎日朝起きて23時間描いてるんですけどあの絵を描いてて思うのはやっぱりその線の流れというかこう流れるようにシャッシャッシャって流れに乗って描けた時って自分は上手に描けたなって思うんですけど。 あの荒木先生の絵のすごいところやっぱり躍動感っていうかすごくこう動きがあるんですよねですごい流れてるので徐々ジョジョオ音なんかはあの結構印象的で言うとよりこうリアルに人間っぽい写実的になってきているので一見こうなんか動きがないというかあれちょっと下手になったのかななんて 最初ちょっとちらっと思った時もあったんですけどそうではなくてよりあのなんて言うんでしょうねあのアーティスティックというかまあこの絵を一枚捉えてももうこれでこうポスターになっちゃうようなあの、うん、なんでしょうアメリカのコミックとかって結構動きがあるってよりはまるでこの 止まっった人物をててる感があって日本の漫画はどっちかっていうとこう動きを描く方が多いと思うんですけど荒木先生はこう動きも保ちつつ極限までそのアメリカのコミック的な、えー、より人間に近いリアルな人間に近い絵を追求されてるのかなと思って。 なんかすごいあの徐々何十年もやってすごい進化されてる方だなと思ってこことかもあの眼光がすごいですねこう色変えたりとかあのちょっと徐々に読んでないんでえっ、ー、とこのキャラクターの目が最初からこうなのかちょっと僕全然知らないんですけどやっぱりこういうあの上唇の。 とか花とかの影とかもどれぐらいこう線を入れてここは12本とかこっちから入れてここはもうすごい細かく入れてってで最後トーンを貼るとかあの白黒の塩梅ばいとえートーンも貼るそのどこに貼るかとかとあとその線でも影を入れるっていうそのえセンス 感覚というか、まあ、ご経験なんでしょうけどいや本当に絵が上手い方だなと思いますなので、まあ、僕は鳥山明先生の「ドラゴンボール」の絵をしょ、えー、と子供時代からみ見て、まあ、ものまねしてきたので模写,模写をしてきたのであの、えー、とドラゴンボール的な、まあ、よりこうコミックというかその漫画に近い 絵だけを見てき絵だけっていうかまあ漫画ってそういうものなのかな特に「ジャンプとかで連載される漫画ってそういう系の絵なのかななんて思ってたんですけど荒木先生の描く絵っていうのは漫画のストーリーを保ちつつ絵単体で見てもすごくこうほんとに、まあ、ルーブル美術館で飾られてましたけどルーブルに飾られるうん センスその彼だけが持つものですよねを持ってらっしゃるのですごい方だなと思いますなのでこのキシベロハン「岸辺露伴ルーブルエイク」はあ,あの「世界の荒木宏彦」なんて言ってますけどまあ本当に世界の方だと思うんですよねこちらもあのカラーでえっとこちらのあの本は税込みで3000円手前ぐらいの今お値段ですけれどもあの 買っっててすんごい価値があると思ってます。で,でかっていうともうこういうあの表紙もこうボコボコの立体的な印刷をされていてで中もですねオールカラーですごいあの紙質もいいんですよねだから荒木先生の描いた原画きっと原画これよりももっと大きいと思うんですけどあのまあほぼほぼ原画に近いであろう。 印刷技術で可能であろうレベルのあの技術で印刷されてるのでで僕はこのこの辺りのああら荒木先生の絵とかすごい好きなので女性もやっぱりすごい美しいですし男性も美しいですしすごくスタイリッシュなのであのこの本はもうなんかなんでしょうねこうえー ストーリーとしてもすごい面白いんですけどもう一個一個の絵をただ眺めるだけでも面白みがあるというかすごい気に入ってますねですからえー、まあ徐々のファンの方はきっともう持ってらっしゃると思うんですがこの本気になってらっしゃる方いてまだお持ちでない方がいらしたら3000円以下でこれが買えるっていうのは素晴らしいと思うので是非おすすめをしたいと思います でちなみにあのなんかこんなすごい進めてますけど別にあの就営者とかあのジャンプとかジョ,ジョとかそういう関連のものではなく全然違う業界で働いてますのであの純粋にただファンっていうだけですでえっ、ー、と話が非常に長くて申し訳ないんですけれどもさらに語らせていただくとあの2019年12月にえー 出たやつなんですけどでこの「ジョジョニクルは」はのそのさっきお見せした、えー、とこちらの荒木裕彦原画展の、えー、と東京と大阪で最初やったんですけど、えー、と長崎と金沢の時のイラストも入れてくれてだからこれであのもし原画展に、えー、と行けなかった方がいらしたらこちらの本を買えば。 ほぼほぼの原画は見れてあ、まあ、原画っていうかその絵は見れてですねそういうどんな感じで飾ってあったかとかが見れるようになってますでちょっとまた話それますけどえー、っと荒木先生の絵を原画を初めて見たのはあの2018年の、えー、っと六本木でやってたあの「ジャンプ展」でしたっけああれでで行ってですねあの 見たんですけど、あこの人の原画ってこんな大きかったんだって。びっくりしました。あのまあ、鳥山明先生とかはえっ、ー、と。うんこ、これぐらいの普通の普通のというか、あの用紙というかですね。<laughs> 漫画用のあのに書いていらしてで大体どのえっ、ー、と漫画家の方も。 まあ大きくてもそこまで大きい絵じゃなかったんですけど荒木先生の原画はこういうえー、っと普通のその連載される時の絵も自体もですねこの紙のサイズがすごく大きかったんですよねですからあこんなに大きく絵を描いてるんだと思ってだからあのえー、っと シャープコミックスはこちらのサイズになるのでこのサイズになってしまうとあの、まあ、本来の原画原画のサイズの下手したら半分とまではいかないですけど3分の1ん 1> ?3 分の2ぐらいになってるんじゃないかなと思うのでで荒木先生の絵はやっぱりその迫力があるなと思ってでえー、っと 荒木先生もですね、こちらのその、えー、インタビューにあここにありましたけどその生の原画には何かがあると信じているということであの、えー、っとその連載初期の頃はですねあの見えない部分の色は、まあ、例えばこういうとこですけど五分の部分とかあの色を えと塗ってない箇所もあるんです、ね、ただだんだんともうあの例えそのジャンプとか、えー、ウルトラジャンプとか印刷の時にこう、まあ、絵って区切られちゃうのでこちらの原画もおそらく本当はもっとガーンって大きく描いててその中をこう切り取ってさらに文字も載せちゃうんで本来の絵ではあった見えない部分があの たくさんあってまあもったいないなって思うんですけど、まあ、それはやっぱりビジネス上、えー、しょうがないことなんでしょうけど荒木先生の絵はもうこの原画を隅々まで,で今は本当にあの端までですね描くようにされてるということでそれによってその,あの仮に、えー、とこちらの岸辺露伴の絵がここだけ ちっちゃく切り取られようと、うーん、その絵全体を持つダイナミックスさが伝わるというか、まあ、また話はそれますけどあのえっと僕はあの村上春樹も大好きなんですけど村上春樹もですね結構その、えー、小説書くときに最初にあのすごいまあ 実際に出版されるサイ,サイズというかボリュームを100%としたら200%とか250%ぐらいあのすごい書いてでどんどん削って最終的にはあの250%書いてたのにそれが100%まで落とされても250%書いたからその残された100%の部分まあ最初100%と例えるなら。 残された2 3 0パーセントの部分の質が100パーの部分の流れとかを残して生きてくるっていうようなことをどこかであの何かの本で書いてたと思うんですけどそれを読んでああんかわかるなと思ってだからまあ分かるなって僕はそんな彼らのレベルでもないですしただのあの何も残してない一般人ですけど。あの えっと荒木先生に話を戻すと荒木先生の絵はその見えないところまででこの,この原画はですね確か確かじゃないやその2018年の「ジャンプ展」で原画は見たんですけどなんかすごい大きいんですよねあのもうこんなえー、なんかポスターかぐらいの大きさであとあこれも見ました。 すすっごいい大きいんですよねこの,あのジョルノの顔も実際はこれぐらいあったようなであこんなに大きく描いてるんだだから緻密なんだっていうのが分かってへーって思ってで、えー、っとその後にあのに荒木裕彦展がラッキーなことに開催されてですねでえー、っと こちらのまあその荒木裕彦展に行けましてえと原画がすごい飾ってあったのであのまあこんな感じでえとカラーの原画も見れましたしこういうすごい大きいあのこの原画転用に描かれ描き下ろしのえ絵ももちろん見れましたしこういうなんかあの 書くセリフですよねもうズギャーンドギャーンって感じで書かってやって「うお!」ってもうなんかあのまあ皆さんあのファンの方はすごい丁寧な方が多くて皆さんこう静かに何でしょうねみんな,な内心は多分興奮してるんですけどそれでもこう丁寧に静かに周りに気を使って見られる方が多かったので僕もなんか。 いつもあのなんか「うわすげえな」とかよく言っちゃうんですけどその時はこうなるべく黙りながらでも「うわと」と心の中で「うわ」とかなんか言いながらまあ変態的に見てました。でというあなんかすんごい前置き長いですね。ということで荒、えー、木先生の絵のすごさに。 2017年の後半ぐらいからようやく気づいて、えー、大人になって気づいてこりゃ見ないとっていうか荒木先生の絵がこのように存在するのにあの目を通さずにですね死んだらもったいないなって思ってであの、まあ、そんなこんなで、まあ、後付けかもしれませんが、えー、っとこういう。 風にどんどんハマって、このジョジュア55とかもですね、なんかあんまり今売ってないですけど、あの、たまたまこれも、えー、っと、まあ、あるお店で発見できて、新品で発見できたので買いまして、これあの、その、これもおすすめです。これちょっとお値段がですね、えー、っと、 定価6,476円プラス税ということで結構値段が張るんですけど、あのー、3冊入っててでこれはあのー、こういうそのんでしょうね荒、まあ、木先生の,そのメモとかインタビューとか、えー、概念、まあ、ここにこういう。 あのー、ルネサンスとかそれより前の時代の絵とかも載ってますけど彼の背景も読めてちょっと僕もまだ全部読み終わってないぐらいのボリュームなんですけどあのー、すごいこれは荒木先生のファンだったらぜひ見ていただきたい内容になっておりますね。で この絵とかもすごいあのこのあとお見せしますけどあの色使いとか素晴らしいですよねで荒木先生やっぱ面白いなと思って「この宇宙に行きたいと思います」思わないです」みたいななんかまああの荒木先生の漫画の、えー、面白いとこはセリフとかですねやっぱり「いいやわすね」とか なんかだが断るとか <laughs> あのまあ有名なセリフはたくさんありますけどこうあとなんかあのえーえー、っとこのシベロハは動かないあの今年の頭1月1日2日3日とかでしたっけなんか NHK で実写版ドラマもされやってましたねでえー、っと この母動かないはあのここに一番最初に描いたのが97年ということで97年ぐらいの絵から、えー、最新は今のところ出てる最新の絵は、えっと、2018年まで出てるのでまあえっと972018 20年近くの,あの彼のその97年から、えー、と2018年ぐらいまでのそこの20年間の絵の,あの流れがですね見えてえっ、ー、と面白いなと思うんですけれどもで何が言いたか話したかったかというとあの彼のその絵描く絵は まあ、おもなんかやっぱこう彼は結構級とかの B, あ B 級, B 級の,あのホラー映画が大好きですって言われててあ,のあとギャグも結構すごい好きな方だと思うのであの <laughs> 例えばこことかであの「お嬢様どうかなされましたかうるせえ」みたいな「怒ーとか言ってなんかあのこの,この顔で吹っ飛ぶみたいなですね。 あのそういう面白さも大好きでであとあのこちらは、えーまあ、記念すべき第一巻ですけどあのえー、っとあお若いですね荒木先生でこれはもう昭和62年ですから1987年ぐらいですかねあのあここにあった1987年の時のからの絵ですけどまあやっぱりあのこのこの 1> 第1話目のの、えー、ディオの登場シーンですよ、ね、ここのこの馬の描き方もすごく構図が大胆だなと思いますけどシャンって降りてスタッグーンバーンみたいな <laughs> このあの動きギャグかっていうあのちょっとその まあ僕の前の会社で同期の、まあ、今すごく仲良い,い友達ですけど彼もジョジョファンなんですけど、まあ、よく会うとですね大体飲んでて半分ぐらいはジョ,ジョ話で終わっちゃうんですけど大体まあこのズギャーンとかあとこうですねボギャーみたいな<笑><笑>、えーまあ、あのええまあ敬愛を込めて あの楽しんでます。とまああの、えっと、フィギュアのご紹介をするはずがですねなぜかあの全然関係ない、えー、関係なくないですけど荒木先生の絵の素晴らしさにな,なってしまってなんかちょっと話すの疲れてきたんであのちょっとフィギュアのご紹介はまたまた次回にしようかななんて思,思い出しちゃいましたけど。 さっきのこのジョジョア55はですね、この、えっ、ー、と、スタンドの特集とかもあって、いろんなスタンドを細かく載ってたりします。だから、まあ、僕も全スタンドちょっと覚えてないですけど、えー、各スタンドも載ってますし、あとこの、まあ、一番のこの要の本体ですよね。本体めちゃめちゃ重いんですけど、 こちらはですねそのちょうど5部の,あの黄金の風ジョルノ・ジョバーナの時の頃に出たみたいなので、まあ、ジョルノの時代の絵が多いんですけれどもでジョルノのファンの方って結構多いなって思いますねで、まあ、僕もジョルノ・ジョバーナの時代の絵がすごい好きなんですけどえっ、ー、と こちらがさっきの本の方でも出てきた絵ですけどこれの原画をあのそのジャンプ展で最初に見てあの、えー、大きさ、まあ、大きさサイズとその迫力がすごいんですよね。でこの「ジョジャ、えーと B、B、5」は B5 番ぐらいあってすごく大きいので。 えっとセンチメーターで言うとえー、っとですね縦が3十三十の十4センチぐらいで横が、えー、っと25センチぐらいあるのでこの見開きにすると縦が34で横がまあ50センチ近くあるので、あのー、実際の原画はこれよりもさらに二回りぐらい 大きかったと思うんですけど、このあのジョジョアゴーゴーもですね、紙質がすごく一枚一枚が厚くて、あの高品質で印刷されているので、えっと荒木先生の絵がお好きで原画を楽しみたいなって方はすごくおすすめの本だと思います。で、こういうあの僕もこの5ブのえ5ブのいいところは主人公 主人公っていうか、まあ、全員主人公みたいな感じですけどねジョルノ以外の、まあ、ブチャラティとかあのみんな登場人物がですね、えー、常にこう絵の中に123456人出ててでプラスあのトリッシュもこういうふうに出たりとかこれなんかもえっと7人出てますねで7人 7人をこう描くって結構な作業だと思うんですけどすごいあの服のデザインとかもこだわってらっしゃいますし結構荒木先生あの海外のファッション誌とかのえジャケットとかあのそのモデルのポーズをそのまま えとフィーチャリングされてやってることが多いのでまあだからこそこのスタイリッシュなんだなっていまのも、まあ、ここ12年で自分は知ったんですけど「Vogue」とかの雑誌とかですねあのそういうところ海外のこうモデルがあのバばって。 しそうなスタイルを元にさらにちょっとこう関節をありえないほど曲げてででもちょっとこう漫画っぽくしてあと色使いですよねこの後ろがオレンジとかここの青青もただの青じゃなくてあのターコイズブルーっていうか 緑と青と青僕すごいこのターコイズブルー大好きなんですけど結構使われてますよねこれもこうターコイズブルーとオレンジと黄緑とちょっと黄色が強い黄緑とあとこのピンク紫も入れちゃうとかですね色使いがあの奇抜ですけどセンスがすごいですよねだからこの。 あの初期の頃の絵なんかもすごい有名ですけどこの頃からこういう色使いをされてたっていうのはすごいなって思いますだからあんまりあのえっと1987年とか連載当時僕はまだあの本当にすごいちっちゃかったんであの幼稚園とかだったんでえっと知りません けれどもで当時そのどのように荒木先生の絵が評価されてたのかはわからないんですけどこの方はえー、っときっとそのまあインタビューでもおっしゃってましたけどやっぱり連載の最初に連載した頃の絵はあのここには載ってないですけどそのやっぱり眉毛を太くしなきゃいけないって編集者の方に言われたらみたいであのだから。 まあまあ、一,一部ですよね一部のこの頃とかは当時やっぱ北斗の剣とかが流行ったので男少年漫画といったら眉毛が太いっていうのが当たり前の時代だったらしいので本当はもっと眉毛細くしたかったらしいんですけど眉毛をまあ太くしたみたいなんですねで。でもやっぱりだんだんその時代が追いついてきたというか今の最新の まあこれ最新って言いながら3年ぐらい前の絵ですけどあの本当にスタイリッシュになってるなってだから眉毛も今は男とか女とか性,性とかですねあの男だからこうしろ女だからこうしろとかあの男性だからこの格好女性だからこの格好とかそういうのジェンダーレスになってきて。 あの芸能人の方もいろんな方出てこられてすごいジェンダラスになってきてるなとは思うんですけど、えー、この荒木先生の絵がだから、えっと、男性の絵も女性の絵もある意味そ,のそんなに変わらないちょっと男性の絵の方が少し眉毛が濃く塗ってるぐらいでこの女性の絵も眉毛濃く塗ったら えっと <laughs> この絵なんかも3人とも、まあ、女性男性男性の設定ですけどみんなほぼ同じような顔立ちなんですよね。ですから多分この絵をであの1987年に連載を始めたらジャンプは受け入れてくれなかったのかもしれませんけどまあ で僕もその荒木先生が最初からこういう絵を描きたかったのかそれともこれで描きたかったけど、まあ仕方なくこの絵でタッチで描いていってだん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 ,だんこう、えー、その時代が受け入れるとともにこうだんだんこう自分の描きたいに変えていったのかちょっとあの僕は存じ上げないんですが、えー、まあ 話めちゃめちゃ長くなってほんと申し訳ないんですけど何が言いたいかっていうとその何十年も徐々やってる中でどんどん進化してで,でもやっぱりストーリーありきであのキャラ設定もすごい細かくされててあのやっぱりそのストーリーを読ませる漫画,漫画っていう部分を崩さないしかし絵もこだわっているっていう何か。 映画ですよほんと脚本書いて演出やってカメラワークコマ割りとかやってで絵も描いて色も塗って読んでも面白いし見てもただ楽し見てもこう一枚の絵として見てもすごいっていうことをされてるのであ本当にすごい方だなと思いますですからまあ 漫画っていうのはその何でしょうねうーんどこかにその、まあ、世の中には本とか文章だけの方があのより高尚なものであの漫画はあくまでも漫画だからレベルがその本よりも低いみたいな意見も昔は結構あったと思うんですけど で僕もですねその、まあ、本も大好きで、まあ、今までたくさん読んできて一時期そうです、ね、社会人になったあの20代前半とかの頃は、まあ、漫画なんて、えー、と子供が読むものさみたいな、まあ、今思うとかっこ悪いですけどそういうかつて自分が子供の頃愛した漫画を漫画っていうか まあ、漫画ですよね。漫画というくりをちょっと内心否定してるように本だけしか読まない時代もあったんですけどあのー、まあそれすごい視野が狭かったなというか漫画だからこそ絵だからこそわかるあの伝えられるものもありますしその絵があるからこそ文字いい だけよりも伝えられるこの感覚の部分もあるでしょうし同時にその実写映画というか人が演じているものとかアニメよりもこの静止画の漫画だからこそさらにその原作者が伝えたい世界観を伝えられると思うので、まあ、漫画の素晴らしさなんか今度は漫画の素晴らしさになっちゃって話がえー まあ多分とで編集し,しながらまた多分あの居眠りするぐらいつまんないと思うって思うんですけどでこの動画を見られている方も多分一人もいないかもしれないんですけどそれぐらい僕はそのえー、っと、えー、その漫画というジャンルをこうレベルを高めて。 ここまで持っててられているそして現代も書き続けていらっしゃるという荒木先生に本当にすごい方だなぁと思います。であの以前「ニュースゼロの桐谷美玲さんがあの特集とかされていた時のインタビューを YouTube で先日拝見したんですけどあの荒木先生がちょうど確かですねあの この国立新美術館の荒木裕彦原画展とかの,あの会場が始まる前にそこの現場でインタビューを桐谷美玲さんとされていたと思うんですけれどもあのすごく物腰柔らかい方で先に荒木先生がいらしたんですけど今日はあのお越しいただきましてありがとうございましたみたいなすごく丁寧な方でああ 僕ができた方なんだなってなんか上から目線で偉そうですけどあのー、すごく丁寧な方ですし人間としても素晴らしいのにだからこそこういう絵が描けるんですかねだからすんごいなと思いますなのでえー、っとちょっとまとめるとですねまず えー、フィギュアのお話の紹介をするはずが荒、えー、木先生の絵の凄さに移ってしまいまして、えー、まず申し訳ありませんでした。であの、まあ、それぐらい、えー、話がずれてしまうぐらい荒木先生の絵は素晴らしいであのでこの「ジョジョアゴーゴー」とかですね「ジャンプ流」も DVD ついてますし、えー、この「ジョジョニクル」とか これはもっとサイズが大きいのがで出してくれたら嬉しかったなぁなんて思いますけどこれもあの4枚を載せるんじゃなくて1枚だけを載せてしかも女子は高校ぐらいのサイズで1万円ぐらいしてもいいから出してくれたらいいなぁなんて思いますねこのジョリーングッチで飛ぶとかこの辺のあのセンスは素晴らしいですよねあのなんかもうしびれますね なのでぜひ荒、えー、木先生のファンの方でこれらの本をお持ちでない方がいらしたらおすすめしますし、えー、出版社の方には荒木先生の絵がこう原画で見れるような,なんか荒木裕彦美術館みたいのを作っちゃってもいいぐらいだと思ってます。でそれが無理でもあのこの「ジョジョア55」ぐらいのサイズで。 えー、なるべく原画に近い高,高品質高画質の絵を見れるようにしていただければありがたいですねだからえー、まあえー、っと話がすごい長くてすいませんただその僕は荒木先生の絵が大好きでまあストーリーも大好きですしその 細部に入るコミカルルなな、えー、ギャグシュールなセンスとかなんか真面目な話書いてるのに結局なんか裏には笑いがいつもあるみたいなとこも大好きなので多分彼自身も書きながらなんかどっかで自分のことを客観的に見てあのちょっと全部ギャグだよねみたいな<笑>,笑ってる感が感じられるので。 違ったら申し訳なないんですけどあのなんかそんな感じが僕はするので、えー、ユーモアもあり絵も上手くてストーリーもすごくてしかも何十年も描き続けてるっていうすごい方だと思うので、えー、まあ僕が語るまでもないですけど荒木宏彦先生はあの世界の荒木宏彦だと思います。えー、ということであの なんか荒木先生の、えー、絵の絵に関する僕の感動というか感想で終わっちゃってすいませんでした。でまた、あのー、改めてですね、えー、今日の午前中にこちらの、えー、上太郎のですね「トーンズ」「C 賞」が届いたら是非この C「C 賞」とえー、っと この A 賞のカラーリングを比べてみたりあとはですね本当は今日やろうと思っていたのはこのまあこのえっと今回の一番くじ A 賞のちょっと大きすぎて映りませんけれどもえ A 賞の方の素晴らしさとか えっとこちらのその前作の SMSP のこの時の「シーショー・トーンズ」ですけれどもこの時の素晴らしさとかでちょっと今はもうこれ以上語ると長くなりすぎちゃうのでやめときますけどあの僕この前作すんごいよくできてるなと思って。 あのサイズ的には、えー、っと今回の方がですね身長もあの体つきとかもあと後ろのこの学ランの、ま、マントじゃないですけど学ランのなびき方もあの前回はこう、まあ、控えめというか長ンって感じですけど今回はあの「えっ?」ていうぐらいあのなびきまくってですねこれをあのこう。 下までやったら引きずるんじゃないのぐらいの勢いであのバーンってなっててまあそのサイズ感が素晴らしい大きいんですよねですからなんか箱も大きかったんですけどでえー、っとですからこ,こちらの方はえー、っとよりこう顔の造形とかもより緻密 だなとと僕はちょっと感じてましてあの多分原型師さん一緒なのであのオリジナルのその原型自体はですね、えー、今回のもすごく緻密に作られていたはずなんですが最近あの SMSP 自体がですねえっ、ー、と「ドラゴンボール」 とかこのジョジョ以外も、まあワンピースとか「僕のヒーローアカデミア」とかえいろんなシリーズに展開されてなんか毎月ぐらいの勢いで出るぐらいになってきてるのでえっとうん僕が個人的に感じるのはちょっと今回の,あの個体はこの製品化した時に えっとちょっと大味だったんじゃないかなって印象を開けた瞬間に感じましたなぜかというとそのあまりにこの前回の方がえー、っとすごく細かくできていて目の造形とか奥行きとか、まあ、チェーンもあの細めであの荒木先生のえー、っと こちらのあのジョータ太郎の初期の頃のチェーンってすごい太いのであのまあこの絵を題材にしたやつがこっちのこれですねでこの絵を題材にしたモデルにしたのがこの時のてめえは俺を怒らせたってやつだと思うんですけど このチェーンの太さを今回のえっ、ー、と一番くじの方は再現されたと思うのでこのチェーンの太さとかはすごく嬉しかったですけれどもえっ、ー、と靴とかですねあの前回はここの靴がえー、えちょっとあのカメラを 手で持つように買いましたであのえっ、ー、と前回のこのフィギュアは例えば目で言うとすごく細かく描かれていて、まあ、描かれるというか彫られていて。 この手とかあとはこの靴ですね靴もこういうあのここの部分がこういう風に革靴みたいに。 革靴というかこの線が入っているデザインになってたり、靴の裏もすいませんやっぱりあの固定に変えました。であの靴の裏もですねえっ、ー、とこのようにここのスティッチ縫い目の部分も施されていてここの線とかも入っていましてですからまあ靴足元から見ていっても えー、このようにですねここはちょっと初期不良で黒が色跳ねてるんですけど、まあ、全然どうでもいいんですけれども、あのーでまあ、ベルトもしっかり再現されていてあとここの、まあ、体のラインとかでチェーンもあえて細めに作ったと思うんですけどチェーンがですねここが、あのー こっちのチェーンも、チェーンもすごいんですけど、このフィギュアのすごいなぁと思うところは、えっ、ー、と、ここの学ランのこのチェーンのフック、ホックをかける部分が、ここもあの、えっ、ー、と、ここですね銀、銀色の、すいません、見づらくて。どうやったら ここの金の色の部分もここにですね穴が2つ入っていてであのこっち側もですねここにこのここのかく乱のこのこっちの金具を引っ掛ける部分がこのコの字型のが2つ入ってるっていう細かい作業がされてるんですよね。なので あのー、僕高校時代学ランの学校だったんで学ラン大好きだったんですけどまあどうでもいいんですけど学ラン確かにここがこういうふうになってここを止められるようになってて、まあ、ここ止めてる人は <laughs> なかなかいなかったですけど、えー、そこも再現されててあこのフィギュアはすごいなっていうのを去年の年末の前に。 手にした時に感動したしました。でえー、っと顔もですねここの造形があのさっき荒木先生の原画でお見せしたようにこれはあのスティールボールランの時の絵ですけれどもこのこの目のくぼみえー、っと 白黒のの方が映りやすいので、まあ、例えば大統領の顔でいうとここの目のくぼみが西洋人的にあの眉毛があって目がくぼんでさらに目の手前にもう一段階くぼんでで、眼球がこう丸み,丸みを帯びてであのここの眼球から眉毛にかけてこう。 丸くつながるような絵で下のこのえー、っと目の下の部分も線が入ってで下まつげも生えてっていうこう34段階の奥行きがある絵を荒、えー、木先生は、まあ、描かれているんですけれどもこの丈太郎はえー、っとその荒木先生の絵を 再現されたんだろううなと思うぐらいすごくこう目の奥行きがこのサイズの像フィギュアで、えー、再現できる可能な限りのレベルまで彫られてるなって感じました。でまあ耳とかもよくできてますしここのあの丈太郎の帽子のトレードマークですよね手とこの。 丸のやつとかあとあのここのえー、っとこっち側の右手の、まあ、造形もよく彫られていてすごく細かい作業をされてるなとだから、まあ、できればこれのあの栄称とか色付きのを見てみたいんですけどなかなか手が簡単に出せるお値段ではないので まあ、持ってないんですけどですから、えー、っとこの A 賞とこの C 賞を比べるとちょっとこの多分比較にならないと思うんですよねちゃんとしたですからまあそれも意味も込めてあと僕は個人的に SMSP シリーズはあの C 賞のザ・トーンズが結構好きで、まあ、A 賞のザ・ブラッシュも好きなんですけどトーンズは 白黒だからこそこそっこよさがあってあの2016年発売の孫悟空とか、えー、と17年のベジータあと18年の、えー、と悟空の「スーパーサイヤ人4と」とあれか「ゴジータ」はあのトーンズ出なかったからちょっと残念だったんですけどこの前の「スーパーサイヤ人4」あの鈴木先生が作られた。 これもですね、ザ・トーンズ。これはもうお気に入りなんですけど、ザ・トーンズの良さがえー、っと僕は個人的にはすごい好きなので、それもあって、えー、ザ・トーンズを今回こっちの今回の今回出たやつのトーンズを買ってみたので、今朝今朝っていうかこれから午前中に届く予定なので届いたらこれのトーンズとこの トーンズの白黒の2体を並べて、えー、さあどうかなっていう本当の比較をしてみたいなと思っております。えー、でなんか急にあの今度はザ・トーンズの白黒の画面に <laughs> 映ってまた話がどんどんずれてますけど、えーまあ、今度はザ・トーンズの素晴らしさもちょっとや,やってみたいなとちょっと思いました。であの ジョジョの話をするはずなのになんか悟空とかが映り出してジョータローがおい俺の話だっただろうがっていう感じで言ってる気がするんですけどまあどうでもいいですねでえっ、ー、と何を言おうとしたんだっけえーあそうですあのザトーンズそのまあ白黒と言いますね白黒の すごさってやっぱその造形の良さが色が白黒だからこそ目立つ目立ってよく見えるっていうところがあると思うんですけれどもあのー、まあえー、っと僕が最初に入れたザ手に入れたザ・トーンズ白黒はこの2016年の孫悟空でしたこれはバージョン1.5の方ですねで これもあの、この孫悟空とか、このベジータも今すごい高騰してるみたいで、えー、っと、なんか、フリーマーサイトとかで見ると、一体4、5万とかで出てて、あの、すごい高騰の仕方だなと思いますけれども、えー、っと、まあ、とにかく僕はこの悟空の、 白黒まあ、これも最初は A 賞の2016年の初期のえー、っと6月でしたっけ1.0の方の方を手に入れてでちょっとわけあって一度手放してで次に1.5の A 賞を手に入れてでえー、っとなんか個人的にはですね1.0の A 賞の方が色彩がより丁寧だった気がしたんですね。で なので、あえて1.5の A を持ちつつも、1.0の A をもう1個買ったんですよ。なので、今それらは大事にあの、しかも新品で買ったので、えっと、ほぼ手つかずでしまってあるので、あの、また別の動画で、えっと、この SMSP 孫悟空の良さをご紹介できればと思いますが、えー すいません話がどんどん飛んじゃってえっ、ー、とそのトーンズに関して言うとこの「栄翔の悟空」をまず見て「ああすごいな白黒だけど逆に映えるな」ってでこれ部屋に置いといてもあのそんなに主張しないのでまあ音楽で言うと気にならない BGM というかあの勉強とか読書とかしてても差し支えない 聞けるようなな BGM 的シックなですねおしゃれなインテリアとして飾っても全然いいあの1階のリビングのえー、キッチンのカウンターテーブルにこう置いても妻にそんなに、えー、怒られないようなえー、いい意味での主張のなさでもよく見ると主張 主張のなさというかこう、えー、控えめだけどすごいっていうのをこの孫悟空悟空さんをですね見てあこれはすごいわと思ってでそこから、えー、と白黒も絶対手に入れるという僕の旅が始まりましたで、えー、と次このベジータを手に入れてでなんかこちらの方も今高騰しているみたいで あの僕がこれを手に入れたのは2018年の頭の頃だったんですけれどもえー、っと普通にアマゾンとかで1万円でこれ買えたんですよねですからまあ定価の倍かまでもまあいいやと思ってで買ったんですけどこのベジータもとてもよくできています で、えー、っと、その次が、えー、っと、順番で言うとこれですね。で、これが2018年に出た、あの、スーパーサイヤ人4の悟空で、これもすごい好きですね。これは、これはあの、英称を、 も持ってるんですけどあのすんごくこのフィギュアは実物を手にするまでわからなかったんですけれどもかっこいいんですよねあの立てた時にこうちょっと反ってるんですけれどもそのうわーって動くの気合が入ってて、まあ、この動画もぜひ A ショとトーンズの 比較とかこのフィギュアだけの良さも撮ってみたいなと思います。で、これが2016、七7 8年。で、2019年に、えー、っと、年末に、あの、例の、ゴジータが出て、で、まあ、ちょっと、初期不良がすごい勃発して、なんか荒れてましたけど、あれはゃトーンズがなかったので、 ちょっと残念だったんですけどでその後約半年後の6月ぐらいにこちらの悟空ですねこれも出ましたでこれはあのゴジータがちょっとあの本当に雑な作りでひどかったのでちょっと SMSP を初めて疑ったんですよね5000円もするのにありゃないだろうとでこれも どうなるかなって怖かったんですけれども、えー、買ってみてこれはよくできてましたねですからこれもなんかやっぱりあのこれは僕は A 賞と、えー、C 賞を持ってますけど A 賞とかもなんかもう値段が高騰してますねで値段のことはさておきでえー、っとその次に出たのがこの前の えっと、こちらですね。これが、えー、初めてその SMSP、ドラゴンボールシリーズの造形師、同じ方がされてた中で、こちらから造形師さん、鈴木聡さんに変わりましたけれども、あの、スーパーサイジン4。だから、この2人が作った、 別の方々が作ったスーパーサイヤ人4の違いとかそれぞれの良さもご紹介できればなと思っております。で、えー、ようやく話を元に戻しましてあので、えー、最終的にあの徐々に戻りまして今回出た こちらのジョ、えータローのトーンズが今日の朝、くどくてすみません。今日の朝届きますので、それを楽しみに待っておりますので、えー、そのトーンズ白黒とこの時のジョータロを比べて、えー、どうかなっていうのを見ていきたいなと思っております。で、えっ、ー、と、ジョータロで言うと、ちなみに僕、この、 これ SMSP じゃないですけど MSP シリーズの,あのゲームセンターで撮れる方のやつでしたけどまあジョ,ジョのフィギュアを集め出したきっかけはこちらでしたので、えー、この上太郎もすごく好きなんですよねあの色合いとか、えー、立ち方のこの筋肉の監視とか足とかですねここのふくらはぎの筋肉の盛り上がり方とか えー、この躍動感がすごいなと思ってで,でこのえー、ジョータ太郎はこれはあのこの同じ MSP シリーズのジョルノ・ジョバーナが出た時にあのまたジョ,ジョルノの方も。 そのかっこいい段ボール箱の中に一緒に入っていたこの公式の冊子ですねでこれでその時までに出てたジョのフィギュアが紹介されていてであの全作品じゃないかもしれないんですけれどもこの MSP シリーズはあの荒木先生が自ら監修を されているとでこのジョルノに関しても、えー、こういうふうにですねその荒木先生のチェックが入っていると。でこのジョルノに関してもこのジョスケに関しても、えー、一度作った後にここ荒木先生がちゃんと骨格作ってから服を着せる。 っていうこのあやっぱすごいなって骨格とか筋肉を考えた上で作ってるんだなあの絵を描いてるんだなっていうのが見えたのであすごいなと思ってジョジョの MSP シリーズ揃えちゃったんですね。であのここにあの荒木先生が今までの中で一番好きなジョジョフィギュアはって岸辺露伴であったのでもちろんえー こちらの、まあ、岸辺露伴も買いましたしこれはあの妻もすごい、えー、キッチンカウンターにいつも届いたらちょっと1日2日置かしてもらってるんですけど置いてたらちょあの妻はフィギュアとか全然好きじゃなくて、まあ、フィギュアの良さが全く分からないとあのただの変態じゃないのって、えー、だいぶ、まあ、からかわれていたんですが僕が。 いやフィギュアはねってあのこういうのがすごいんだよねってこうマニア的に語ってで僕はですねそのあのあ妻はフィ,フィギュアを買うフィギュアのその楽しみ方がちょっとわからなかったということで何なのってこのお,おもちゃでしょ戦わせて遊ぶのそれとも何,何なのってでフィギュアって言ったらあの女の子のフィギュアとかまあちょっとこう変態的な感じでえー マニアックな、まあ、僕みたいなマニアックな男がこうちょっと変態的にウヒヒみたいに見えるものだというイメージがあったみたいなんですけれども、えー、っとで僕も最初会ったんですが、えーまあ、最近のフィギュアは本当によくできてるので買ってますということでで,、えー、でこの岸辺露伴に関しては妻はあ「これはかっこいいね」 っっっててやっぱり言ってましたその荒木先生が一番お気に入りっていうのとかを知らずに妻はこれをパッと見て「あこ,れこのフィギュアってすごいかっこいいね」ってこの色使いとかこの立ち方とかこの腕の持ってき方とかこう立たせた時にあのこのフィギュアが醸し出す雰囲気とかがすごくあのおしゃれなのでこれはあの まあえーまあ、僕フィギュアものすごいあるから早く処分するようにって、まあ、僕は仮にですねあの近いうちに交通事故とか何か,の何かでちょっと死んでしまったら一番困るのはあなたのフィギュアの処分よとあれどうすんのあの何百体も何,何百箱もって言われてますんで、えー、早く厳選してる。て。 処分していかななきゃなと思いつつもですねこれだけはあのずっと飾っててもいいよって言われたぐらいお墨付きの岸辺先生で,したでまあなので荒木先生もやっぱこれが一番好きって言ってるんでああそのフィギュアとかあんまりフィギュアを嫌いというかあんまりその好きじゃない全然あのフィギュア愛がない方々でも えー、これに関してはあかっこいいねって思う感じるんだなって思わされた一品でしたちなみに妻はあの、えー、バッグとかあのすごい好きで、まあ、美的センスもありますしアートとかに関しては僕も妻も好きで映画とかもよく一緒に見ますし美術館行ったりとかもするのであのいろいろ 巨匠の絵とかですね、に関してはよく話し合いをするんですけれどもあのだから妻のアートセンスもすごい優れてると思う中でだからこそ妻は僕の300体のフィギュアを見てもう瞬間的に「これはいいね」とか「これはダメだね」とか「ダメだね」ってあんま言わないですけどいい時にはそうですね20体に1体ぐらいはパッと「あこれは私好きだわ」っていうのを今まで10回 こ個までいかないんですけどね300体中10個ぐらいは行ってくれたのでそのそれらの厳選された塾は何だ,か何だったかっていうのも紹介できればと思いますいやほんと話長いですね僕すいませんであのえー、っと何を言ったんでしたっけそうですねなのでちょっといい加減もう終わりにします時間も7時半になっちゃってああ2時間ぐらいかかってますね 1>, あの1本目の悟空の動画で「話が下手くそなんで苦手なんで」って言ってるくせにどんんだだけ話しててよって感じですねあの多分この動画を見られている方も本当にいらっしゃらないと思うんですけどあのなので変態なマニアな男の独り言で記録用に YouTube に残しとくぐらいの感覚で。 やりたいなーなんて思ってますであのフィギュアアイを語れる友達がいないので40手前のマニアックな男の独り言としてこの記録を残していくようにしようかなと今思いました。ということで、えー、これから4時間半以内にこの A 賞の「 白黒版が届くと思うので、えー、届いたらこの前回の白黒版と比べてみてで前回と今回のそれぞれの良さとか何だったかっていうのとあと、えー、この今回の A 賞と今回の白黒版がを比べてみて。 あー色付きと白黒はこうなんだねとかやってみたいなと思います。で,できればこの D ショすごく欲しかったんですけどまあやっぱりいつも通りアソートがワンロット10個中1個っていうことで、えー、っと僕今回あのあの近くに売ってるお店が1個だけあって朝早くから並んでそれでも4番目だった たんで,す、ね、で当日分予約これしてなかったので当日分がえっと14体なのでワンカートワンアソートのワンロットか10個とプラス4個計14個しかないって言われてであの整理番号を足されて「お一人様3個までですよ」って言われましてなので僕4番目だったのでえっと 前の3人三名の方が3個ずつ買ってったら僕は1 2, 3, 5, 個0個目ですねなので最初のワンロットの10個目残った1個と残りの4つが何かも教えてくれなかったんですけど残りの4つの2つを引けるってことでそしたら、あのー、前の方が一番最初の方がですね、あのー、予想通り3個買った時に。 最初に D 賞を引かれたんですよねでうわすごいなぁと思ってで僕の番になった時にはですね最初のワンロットの残り3個が残ってる状態だったので,でそれがもう AAB だったので,で僕の後に並んでらした、えー、お客様が一、えー、体だけ。 1> 1個だけ買われていきなり D 賞を当てられてうわっっていうあのいいなーって思って見てましたで僕が手に持ってる A と BA2 つと B の3個を持ちながら「この A と B2 つとその D 交換してくれませんか?」って言おうかななんて思ってちょっとその女性を見てたんですけどまああの僕みたいな30後半のおっさんが。 見てたら怖いですよねその女性はあのそそくさとあのちょっと避けるようにさっさっさって歩いてっちゃったので後で妻に言ったら「そりゃ逃げるでしょあだよね変態だよね」っていう話をしてました。なので今この D ショーはえー、っとネットでもうんちょっと下がってきてますけど1万 8,000円9,000円ぐらいしますからちょっと今回の D ショは2次元じゃなくて大胆な色合いでこのチェーンとかなんかメタリック的なシャイニーな青だったのでちょっと見てみたいんですけど1万8,000円かって悩んでますだからもしかしたらあのー、買っちゃうかもしれないのでえー、分かりません なので、えー、話が脱線しまくってもう2時間も話してなんか何やってんだって感じなんですけど、えーえー、何度も言っちゃいましたが、えー、後ほどですね後日、えー、こちらの A 賞と届くであろう C 賞の比較そして、えー、この C 賞白黒とこの前回の比較をですね していいきたいなと思いますということで、えー、とりあえず今のところはこれで終わりにしときます、えー。ご視聴いただいた方は一人もいらっしゃらないと思いますがもしいらしたらご視聴いただきありがとうございました。では失礼いたします。